トンスベルグの紋章トンスベルグの位置、トンスベルグはノルウェーベストフォール県の都市。面積107平方キロメートル、人口37,493人。郊外の自治体を含めて都市圏を形成しており、トンスベルグ都市圏は人口約4万6,000人でノルウェー第10位である。一般にはトンスベルグはノルウェー最古の都市とされている。オセベル農カ。 初期バイキング時代の埋葬地歴史家、スノーリストルルソンによれば、トンスベルグは871年のハフルスフィオルドの戦い以前に創立されたという。戦いが起きた年については、議論がされており、多くの歴史家は、戦いの起こった年は900年頃だとしている。市の中心から北にあるスロツフジレットは、天然の要塞として使われた。12世紀の内戦では、 実際に立てこもっていた。13世紀、宝庫に4世はトンスベルグに城を築いた。これがトンスベルグ城塞である。町は1536年の大火で廃墟と化したが、トンスベルグはノルウェーの主要港として残った。第二次世界大戦中にナチスドイツ支配を受け、トンスベルグ郊外にベルク強制収容所が設置された。百四十八年、 トンスベルグに、トゥーンスベル市教座が置かれ、聖堂が市内に築かれた。この際に、ブスケルー県とベストフォール県は、オスロ市教座から分離し、トゥーンスベル市教座に含まれた。ノース語のタンスバーグが、市名の元となっている。TN とは、柵で囲まれた土地、ベルクとは、山である。紋章は中世以来のもので、トンスベルグ要塞を表している。トンスベルグの通りトンスベルグは、 現在も産業と海軍基地の町である。造船所、製紙産業、生革業、ビール製造業などもある。特筆すべきは銀器である。見どころは、セイミカエル協会、王城、セム協会、ベストホル博物館である。町の通りの名前は、昔のノルウェー王にちなんでいる。鉄道、ベストホール線がトンスベルグ駅に着くまでに市内を循環する。 トンスベルグは、スペインの都市、コバルルビアスと友好関係にある。13世紀のノルウェー王女クリスティナが、カスティーリアをアルフォンソ10世の辞典、フェリペの元へ化した、古いつながりからである。ありがとうございます。